皆様こんにちは。ただいまより第15回インテリアデザインコンペの表彰式を執り行います。まずはじめに主催者をご紹介させていただきます。一般社団法人日本インテリアファブリックス協会会長、長島基博。ジャパンテックス2018実行委員会委員長、花田正隆。特別審査員インテリアスタイリングプロ、鈴木恵美子代表。同じく特別審査員、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会、江口悦子会長。同じく特別審査員、町田博子アカデミー、町田博子校長です。まずジャパンテックス2018実行委員長、花田正隆より皆様にご挨拶申し上げます。花田実行委員長、よろしくお願いいたします。ジャパンテックス2018実行委員長の花田でございます。第15回インテリアデザインコンペ表彰式にあたり、一言ご挨拶申し上げます。本日は大変お忙しい中、ジャパンテックス2018にご来場いただき、また15回インテリアデザインコンペの表彰式に参加いただきましたことを厚く御礼申し上げます。本年はインテリアで作る幸せな空間をテーマとして、多数の作品が寄せられました。日本インテリアファブリックス協会正会員企業代表、ジャパンテックス事務局、そして、先ほどご紹介ありましたけれども、今回も特別審査員としてインテリアスタイリングプロ鈴木恵美子代表、それから日本フリーランスインテリアコーディネーター協会江口悦子会長、町田博子アカデミー町田博子校長をお迎えし、厳正な審査結果、優秀賞3点、奨励賞7点を選出し、本日の表彰に至りました。いずれの作品も甲をつけがたい力作の中受賞されました皆様には心よりお祝い申し上げます。これらの作品を通じて、多くの人々が豊かな生活空間を創造され、インテリアの素晴らしさを実感いただくことが主催者の願いでございます。最後になりますが、ご応募いただいた皆様、また関係者の皆様、そして来場いただきました皆様に心より感謝申し上げてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。花田実行委員長、ありがとうございました。それでは早速第15回インテリアデザインコンペの表彰を行います。まずは奨励賞から発表いたします。表彰者には表彰盾と記念品が贈られます。名前を呼ばれた方はどうぞステージにお上がりください。皆さんも表彰された方々に大きな拍手をお送りください。プレゼンターはインテリアスタイリングプロ鈴木恵美子代表、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会江口悦子会長、町田博子アカデミー町田博子校長の3名にお願いしたいと思います。まずは鈴木代表からお願いいたします。さあ、それでは発表いたします。第15回インテリアデザインコンペ奨励賞に選ばれましたのは、エントリーナンバー50番、幸せを包む空間、女子美術大学短期大学部、丸山桃江さんです。どうぞステージ上にお上がりください。女子美術大学短期大学部丸山桃江殿、作品をたたえ著書の賞を贈ります。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございました。どうぞステージ上でお待ちくださいませ。さて続きましてはエントリーナンバー100番リンクつながりの部屋 HT インテリアデザイン大根田晴美様平雄一様です。どうぞステージ上にお上がりください。おめでとうございます。HT インテリアデザイン大根田晴美殿平雄一殿おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。それではステージ上でお待ちくださいませ。鈴木代表ありがとうございました。続きまして江口会長よろしくお願いいたします。では続いて発表いたします。エントリーナンバー110番カーテンと遊ぼう窓辺を自由に想像する楽しみ京都工芸繊維大学兵衛様です。どうぞステージ上にお上がりください。おめでとうございます。京都工芸繊維大学兵衛様奨励賞おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それではステージ上でお待ちくださいませ。続きましてはエントリーナンバー118番木漏れ日ザ・サードスタジオドゥ・ステーク・ギヨム様坂下千恵子様です。残念ながら本日はご都合により欠席されております。それでは続いて発表いたします。エントリーナンバー147番マイトレインザ・クリエイターズ青山製図専門学校猪俣美咲様川光由美香様サンダーニェイン様です。どうぞステージ上にお上がりください。おめでとうございます。奨励賞マイトレインザ・クリエイターズ青山製図専門学校、猪俣美咲様川光恵梨香様サンダーニェイン様おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではステージ上でお待ちください。江口会長ありがとうございました。続きまして町田校長よろしくお願いいたします。それでは続いて発表いたします。エントリーナンバー193番カーテリアカーテン×インテリア杉山女学園大学梅村真子様小倉舞香様です。どうぞステージ上にお上がりください。おめでとうございます。奨励賞杉山女学園大学梅村真子小倉舞香おめでとうございます。おめでとうございます。はい、受賞があります。おめでとうございます。おめでとうございます。それではステージ上でお待ちください。では続いて発表いたします。エントリーナンバー198番包まれ性とつながり性ボディーブラインド×インテリアシェルターチームスポット杉山女学園大学黒柳優希様平林クレハ様草壁まなみ様です。どうぞステージ上にお上がりください。おめでとうございます。奨励賞杉山女学園大学黒柳優希平松クレハ草壁まなみおめでとうございます。おめでとうございます。
賞があります。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞステージ上にお待ちください。町田校長ありがとうございました。以上奨励賞7組の皆様です。どうぞ皆様今一度盛大な拍手をお送りください。それでは受賞者の皆様は一旦お席にお戻りください。それでは続きまして優秀賞を発表いたします。受賞者には一般社団法人日本インテリアファブリックス協会会長長島元博より表彰盾と賞金が贈られます。名前を呼ばれた方はステージにお上がりください。それでは発表いたします。優秀賞を受賞された1点目の作品はエントリーナンバー119番マインドフルネスと心の巣後藤葵様ジャンマークドンメロ様です。残念ながら本日はご都合により欠席をされておりますが受賞の喜びの声を頂戴しておりますので皆様画面にご注目ください。こんにちは、ジャンマークと申します。後藤葵と申します。今回受賞式に参加できず申し訳ないです。今回は優秀賞という賞をいただきありがとうございます。まさかいただけると思ってなかったので本当にすごい嬉しいです。私たちは今回インテリアで作る幸せな空間というテーマを最初に見たときに幸せっていうのは人それぞれ違うものだなというふうに考えました。なので自分たちの手で自分のための幸せを作るという意味で心の巣というテーマをというコンセプトで決めました。ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございました。受賞の喜びの声を頂戴いたしました。さてそれでは優秀賞を受賞された2点目の作品を発表いたします。エントリーナンバー1番時の間京姫藤原雅人様藤原智子様川上真由様、藤原咲様、藤原真奈様です。おめでとうございます。それでは本日代表でお越しいただきました藤原雅人様にステージ上にお上がりいただきましょう。はい、優秀賞、時の間、京姫、藤原雅人殿、藤原智子殿、川上真由殿、藤原咲殿、藤原真奈殿、貴作品のをたたえ、当初の賞を贈ります。2018年11月20日、一般社団法人日本インテリアファブリックス協会会長長島元博、おめでとうございます。おめでとうございます。どうも、おめでとうございます。はい、おめでとうございました。長島会長、一旦ご着席ください。それではここで藤原様に一言喜びの声を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは、京姫の藤原と申します。我々が今年、時の間という作品を思いつくに至り、幸せの空間っていうことをどう捉えようかという、考えを、スタッフと、行いました。その時に、最初に、頭に浮かんだのがお母さんのお腹であるとか包まれるような空間ということで、人は幸せになれるんではないだろうかというふうに考えました。そこからさまざま試行錯誤を重ねて、今回時の間という、インテリア空間をデザインしました。今年の受賞者の方々が若い方々が多く、我々も、まだまだ、負けないように、励んでいきたいとも思っております。この度は、優秀賞をいただきありがとうございました。
優秀賞を受賞されました京姫の藤原様でした。おめでとうございました。どうぞお席に、こちらの方でお待ちください。それでは引き続き3点目の作品を発表いたしましょう。エントリーナンバー213番、柔らかい縁側、工学院大学大学院中村優也様、小川直人様、草野ダニエル秀幸様です。どうぞステージ上にお上がりください。おめでとうございます。よろしいですか。はい、優秀賞柔らかい縁側、工学院大学大学院中村優也殿、小川直人殿、草野ダニエル秀幸殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。長島会長ありがとうございます。一旦おかけください。それではどなたか代表の方お一方に喜びの声をお願いしたいと思います。お願いいたします。はい、こんにちは、工学院大学大学院の中村と申します。私たち普段建築やインテリア、商業インテリアの空間というものを制作を普段設計しておりまして、今回このような窓辺の空間ということで、縁側という窓装飾を、窓枠は普通平面的なものなんですけれども、それを縁側として立体的に捉えることで、今回窓装飾というものを提案させていただきました。また幸せな空間というのも、普段から私たちが感じているようなものを再び捉え直すことで、素材と、普段使わない素材と、ファブリックので作る空間というものを新しく提案させていただきました。このような賞をいただきありがとうございました。おめでとうございました。優秀賞を受賞されました工学院大学大学院の皆様でした。皆様、受賞されたお二方に今一度盛大な拍手をお送りくださいませ。おめでとうございました。それではどうぞ一旦お席にお戻りくださいませ。それでは最後に特別審査員3名の皆様に好評をお願いしたいと思います。まず最初にインテリアスタイリングプロ鈴木恵美子代表、よろしくお願いいたします。はい、受賞者の皆様おめでとうございます。今回3回目この審査員務めさせていただいたんですけれども、本当に幸せ、インテリアで作る幸せな空間、幸せっていうのがそれぞれで見る分には楽しい、いろんな作品あったんですけれども、審査するというのに非常にいろいろな形があって難しかったです。で、私普段ウィンドトリートメントを専門としてますので、時の間それをメインに布を新しい素材を使ってメインに表現されたのが非常に印象深かったです。いろんな幸せな空間を見て私自身も勉強になりました。皆様おめでとうございます。鈴木代表ありがとうございました。次に日本フリーランスインテリアコーディネーター協会江口悦子会長です。よろしくお願いいたします。はい、受賞された皆さんは本当におめでとうございます。今回お話もありましたように、幸せな時間というそういう非常に曖昧であり分かりやすくもありというそういうお題の中でかなり皆さん悩まれたのかなという感じもいたします。その作品のテクニックなどは本当にもう最高レベルなんですけども、その捉え方によってこんなにも変わっていくんだのかなというところを改めて感じさせていただきました。今回素晴らしい作品たくさんある中、やはりすごく目立ったのが
折り紙を使ったものであったり、それからつながりとか包まれるとか、そういう温かいイメージをする言葉、それを軸にした作品がすごく多くありました。ですので審査させていただく私たちもとっても幸せな時間を一緒に共有させていただきました。本当にありがとうございます。作品というのはやっぱりこの人の心を温かくしてくれると、そういうことを改めて感じさせていただきました。ありがとうございます。で特に私は気に入ってしまったと言いますが、それが心の巣、今日は残念ながら出れませんでしてビデオメッセージの方なんですけれども、やはりコンセプトがの一言一言がすごく素晴らしかったので、ちょっとお話しさせていただきます。お母さんが作ったものたちが家族の幸せの巣を作っていくとか、人間のためだけではなく自然や動物たちにとっての幸せも作る、マインドフルネスと心の巣というような言葉に、ぐっとやられてしまったわけですけれども、作品の中には本当に同じようなイメージをしている方も多くいらっしゃいました。でただその中で何が違うのかなというと、なんかそのコンセプトってすごく大事なのかななんて今回は感じたものがありましたので、お祝いとともにそのことをお話し伝えさせていただければと思います。本当におめでとうございました。江口会長ありがとうございました。それでは最後に町田博子アカデミー町田博子校長です。よろしくお願いいたします。まずは受賞者の皆様本当におめでとうございます。今回15回目のインテリアデザインコンペということでですね、毎回主催者はいろんなタイトル考えて皆さんに応募をかけるわけなんですけれども、今回は本当に優しそうで難しいテーマ、このインテリアで作る幸せな空間っていうテーマなんですよね。ですからどんな作品が来るのかなと思って、楽しみに拝見したんですけれども、やっぱり私としてはこの審査基準にもう一つ私は注目していることがありました。それがですね、楽しく新しいライフスタイルを予感させるものという言葉があるんですね。でこれってこれからの我々の提案にとってすごく大事なものだと思って、皆さんがどんなことを提案してくれるのかとチェックする一番最初の項目がこのタイトルなんですね。で私が選ばせていただいたのが実は柔らかいな縁側っていうのなんですね。つまり縁側と柔らかいっていうこのキャッチですね、つかみでちょっと引っ張られるわけですね。どんなものを提案するのかな、今日拝見して男性が3人でまずびっくりしたんですけど、そういう意味ではここにファブリックの提案がちょっとプアだったって書いてあるんですね。だからそういう意味ではいろんな面白い提案してくださってたけれども、もう一工夫してほしいなっていうのがちょっとございました。で私はこの縁側っていうのはすごくこれから大事なスペースだと思うんですね。建築的に言うとひさしだったり軒っていう表現しますけれども、この暮らしっていうことから考えると縁側ってこう広がってって、そこで何かができるっていう、非常にいいスペースなんですね。そこをどうやって提案してくれるのかなと思うのがこの柔らかいということで、ファブリックをふんだんに使ってちょっと気だるい空間を提案してくださってました。ですからそれぞれがこのテーマをどう捉えてくださったかっていうことが興味あるんですけれども、同時にやはりこのテーマのタイトルでやっぱりちょっとこう引きの花があったりつかみがあるっていうのがあるとですね、今回最優秀賞ってないんです。ですから最優秀賞の席が空いてますので、再度チャレンジしていただくことをお願いして私のコメントとさせていただきます。受賞者の方本当におめでとうございます。町田校長ありがとうございました。さてこれをもちまして第15回インテリアデザインコンペ表彰式を終了とさせていただきます。会場の皆様最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。